こんばんは、長野のドラマーの木下です。最近またちょっとずつドラムの話をし始めましたので、ビニーカレータ、デニス・チェンバース、できてますので、デイブ・ウェクルのドラムの話を少ししようと思います。まあデイブ・ウェクルっていうとですね、非常にセンスのあるドラマーだと私は思います。で、ここがですね、ビニー・カリュータとデイブ・ウェクルのこの随分な違いになるんですけども、ビニー・カリュータも歌ってるといえば歌ってるドラムを叩いてるんですが、非常に難しい、ドラミングだったり、音符だったりするので、パッと聞いた感じこう馴染みのあるものとはまたちょっと違うんですね。デイブ・ウェクルの場合は、16部、32部、6連符っていう基本的な音符を扱いますし、その叩き方がですね、非常にセンスがあって歌ってるような、ドラミングで、非常にですねセンスのあるドラムだと思います。まあ当然ですね、奇抜な音符を打ったりした場合、センスとはかけ離れていくっていうのはなんとなくわかると思うんですけども、そういった意味でですね、デイブ・ウェクルのドラミングというのは非常に参考になると思いますし、ゴスペル・チョップスが流行りだした頃ですね、アーロン・スピアーズが確か参考にしたのはデイブ・ウェクルだって言ってましたんで、フレーズ的には現代のですね、ゴスペル・チョップスなんかに通ずるところがあるはずなんですね。じゃあ早速ですね、ほんの6秒ぐらいのフレーズなんですけど、デイブ・ウェクルがですね世の中に出始めた頃のドラミングの解説をしようと思います。でこれなぜ私がですねこの辺を拾うのかっていうと、デイブ・ウェクルはですねどちらかといえば連打系のドラマで、こう連打のフレーズっていうのもたくさんあるんですが、彼の一番すごいところはですね、その音符の扱いに非常に長けているっていうところがあるんですね。っていうのはその3連符を入れる前にこう連打が入ったりだとか、流れの持っていき方っていうのが非常にそのうまいんですね。で特にこのなんとなく叩いた16部かっこよかったりってことが多々ありますので、そういった意味で特に何かをしようと思わなくてもかっこよく聞かせられるようなその流れみたいなものを本能的に持ってるタイプの人間なんだと思うんですね。全く逆なタイプっていうとデニス・チェンバースです。その聞こえてくる決めを無視してですね、自分の好きなようにガチャガチャっとこう叩くっていうタイプがデニス・チェンバースです。で逆にデイブ・ウェクルはですね、教則ビデオも私見たんですけど、デイブ・ウェクルが好きだって言ってるのがですね、ただドラムソロをやるんじゃなくて伴奏があるものに合わせるのは自分は大好きだって言ってたんです。でその理由も言ってるんですけど、メロディーが流れてくるものに対して、一緒にこうドラムソロを展開するっていうのはですね、途中で止まったりっていうことが許されるわけなんですね。っていうのはメロディーが流れてるんで、意図的にドラムが止まったりとか、その叩かない瞬間っていうのを作ることができるっていうんですよ。ドラマー単体でドラムソロをやれってなると、ドラム止まると無音になっちゃいますからね。だからなんか叩かなきゃっていう状態になるのが多分デイブ・ウェクルはあんまり好きじゃないんだと思うんです。ラテン系の音楽に傾倒していったっていうのもあってですね、非常にセンスのあふれたドラムを叩いてらっしゃいます。まあ一応ですけどね、前にデイブ・ウェクルの6連符っていうのはちょっと説明したと思うんですけど、6連符だけじゃなくてですね、32部とかも当然そのバンバン入ってくるドラミングなんですけど、その途中でですね、3連符だとか、おっていうような音符を入れてきたりするんですね。で今日はそういったベックルのセンスっていうところでそのあたりの解説をしようと思います。で私が拾ったこの部分っていうのはですね、伴奏が入っててそこにベックルが入れるんですけど、聞こえてくるリズムっていうのがそのタンタンスタッ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 タってラテンのリズムなんですけど、ドラムがどう入っているかっていうとですね、後ろの方にアクセントを入れるんですね。タンドンとドンパンではなくてタンドンって後ろの方に後ろの方にアクセントを持っていくんですけど、この辺はですね、別段何かテクニック使わなくても体感でも感覚でも叩けると思います。でこの直後に来るのがですね、この辺がおっていう感じするんですけど、3ストロークラフをですねキックを絡めて叩いてるんですけど、手だけで叩くとこうなります。
でこれをですね、まず手で32分入れて、その後にキック入れてます。足じゃなくて手だけで叩くとこうなります。で、右で終わるんですけど、その後左で箔の頭を叩いて3連になるんですね。ちなみにですけども、デブ・ベックルはですね、ラテン系の音楽とかに傾倒していったので、その今叩いた箱の頭の背根を抜いてですね、頭を打たないで3連符を打ったりとかっていうのはよくあると思います。まあ私も解析するのは疲れるんで、あんま聞くだけでやりたくはないんですけど、今回のフレーズはそういうわけでですね、箱の頭を抜いて、3ストロークラフに聞く絡めた状態、コンビネーションで叩いて左手から3連で、その後6連になるんですけど、この6連符っていうのがですね、非常に特徴的なんですね。それでこの後にですね、6連符が来るんですけど、この6連のやり方がですね、こんな感じになってます。どうなってるかというとですね、真ん中に足を入れてるんですね。ちょうどいいのでですね、代表的な6連符の叩き方なんですけど、まあ3連符で考えてもらっていいです。スティーブ・ガットはですね、箱の頭に足を入れます。これがスティーブ・ガットです。で、ジョン・ボーナムは手足ですね。デーブ・ウェクラはなぜか真ん中に入れるんですね。さらにですね、彼の場合すごいんですけど、オーケストレーションですね、ビニー・クレートのとこでも出てきたんですけど、その手をですね、こういろんなところにこう移動するんですね。フレージングは変わってないんですけど、手はこう移動できるところに自由に移動するんで、その瞬間何を叩くかっていうのはですね、スプラッシュだったり、クラッシュだったり、タムだったり、ハイハットだったりっていう、そのあれなんですよ、決まったものを叩いてないんですね。ですけど、まあどんな感じに叩いてるのかちょっとゆっくりやります。1、2、3、ここで手が入れ替わって左になるんですけど、次タム叩いて、まあなんで、真ん中に足を入れるかっていうと、おそらくですね、その3連符の裏と頭を手で叩けるからっていうことだと思うんですよ。右手と左手の間に足を入れるとですね、右手が箔の頭になって、左手が3連符の最後の音になるんで、左手をオーケストレーションでシンバルに移動したら全部裏を打つことができます。手順をですね、ひっくり返して左足右手ってやると、今度右手が全部箔の裏になるんですね。ちなみに右手で
右手手動であっても左手から打ってもですね、途中でキック2打にすると変えられるんですね。お分かりでしょうかね。まあつまりその連打の途中 にそのキック一発から2打に変えたり、当然そのスネアの方のフレーズを入れたりって、その自由に変えられるんですね。だから単純にキック2打、6連の、2割でいってもいいですし、真ん中にキック入れてもいいし、もちろん頭に入れても最後に入れてもっていう風に、その自由にですね、そのフィーリングで変えられるっていうところがデイブ・ウェックルの強みなんです。だから状況に応じてその1回使ったフレーズをちょい変えてとか、そういうことができるんですね。ただ今回のこのフレーズのハイライトはですね、3連に行く前のラフです。これがセンスなんですね。普通だとですね、頭から叩きそうじゃないですか。こんな感じに入れてきそうなんですけど、頭を一発抜いてですね、一音ずれたところからラフ入れてるので、まあ口で喋る、口で歌うとですね、うったかたんたんっていう風に入ってるんですけど、そのうーが聞こえないとすると、たかたんたんたたた3連のように聞こえるんですね。でその後に3連入れてるんで、一瞬そのおっていう感じがするんですよ。でその3連符、3連符からまた16符になるんですけど、その音符の流れっていうのがですね、32符を絡めた16符から3連符になって16符になって6連符っていう流れになるので、聴いてる方はですね、おっていうその新鮮さっていうか変化 をですね、体感することになるわけですね。それからですね、真ん中にキックを入れるのと、キック2打、キック2打、手2打の2分けと、ちょっと混ぜてやってみます。聞いてみてください。ちなみにですね、解説はしてますけど、私はですね、どちらかというとスティーブ・カット系のキック頭の方です。打つのが楽じゃないですか。打つのが楽な上にキックが頭なんで、クラッシュドーンと入れられるから、私はスティーブ・ガット系を使ってるんですけど、ジョン・ボナム系でも別にいいと思いますよ。まあこういう風にですね、そのデブ・ウクルの場合は使う音符だとか、その入れるフレーズっていうのにセンスがあって、歌ってるようにこう、入れていくんですね。ビニー
カリュータの I'm Cheekedっていう曲でその拍が分からなくなるようなドラムソロを入れてるって解説したんですけど、ビニー・カリュータもそういったドラムソロを披露してましたけど、デイブ・ウェックルがですね、あのちょうどクリックがどこか分からなく、その拍が分からなくなるようなドラムソロっていうのを結構あのアルバムでやってたりしたんですね。そういったプレイっていうのもちょっと聞いてみると面白いかもしれないですね。今日はこれで失礼いたします。